南美濃亜村は今日記者会見を開き8月4日に村民センターで行うキッズエコロジーコンサートの内容を発表しました記者会見では地元南都の出身でコンサートをプロデュースする清水珠樹さん脚本演出家で飯田市在住の伊藤さん スタッフとして参加する新州大学農学部の学生らがコンサートに対する思いを述べ協力を呼びかけました、うん、キッズエコロジーコンサートは7月の東野湖サミットに合わせて下伊那郡西内寺村で開催される子ども地球サミットの一環として行われるもので元宝塚歌劇団の田島久美さんも特別出演します コンサートは大芝高原や田治の半沢を舞台に、地元小学生を噴するホタルを擬人化して、人と人とのつながりや環境の大切さを訴えるミュージカルです。地元の方は土で、でタレントは風なんですね。で風と土が交わるとですね、やっぱり風土いや文化になる。これをだから次このコンサートもただ歌ってさよならじゃなくて。 こっからがすごく大切で、次の翌日に今回はゲストである田島久美が、まあ、今役場の方とご相談し,してるんですけど老人ホームとかでそこで昔の歌をその人たちが知ってる歌を一緒に歌ったり交流したりあとは例えばバレエ教室で田島久美っていうのは今高塚歌劇団の顧問もやっておりまして、あのー、審査員とかもやってるわけですあの高塚音楽学校のでそういう彼女が次は地元でバレエとか ダンスス踊っってる子たたちににアドバイスをしに行ったり要は都会に出ていかないと宝塚なんか入れないとみんな一歩勝手に持っちゃってるんですが要は南三浦から頑張ってそのまま宝塚に来たらいいよなんぼでも直接に来たらいいよそういうことをやっぱり彼女の言葉からやっぱり発してくれるとそれはすごく説得力あるでそういうつながりをして、まあ、そういう交流をしてそこまでを実は今回のイベントと。 考えております。このコンサートは山学・官民一体となって作り上げるとしていて、新州大学農学部の学生もスタッフとして参加します。2人はゴミ拾いなどをするサークルに所属しています。私たちのサークルはと日頃のゴミ拾いなどの清掃活動を通してゴミの不法投棄問題をなくしたいという趣旨をもとに活動しております。 それと並列してもう一つ地域交流この大学のある村にもっと関わっていきたいという思いで日頃活動していますでそのことがあって日頃交流していた中でこのお話を今回のイベントのお話をいただきやっぱ子どもたちと一緒に環境問題について考えれるということでぜひ参加したいと思い今回参加させていただきました でやっぱりこのような活動を通して子どもたちからやっぱ村,の村についてもっとしていきたいという思いを育てていくと同時に環境問題ゴミは捨てちゃいけないという思いから作っていき村の発展、そして大学の発展そしてこの国そして地球をもっと良くしていきたいなと私たちは考えています南ミノア村では新エネルギービジョンを策定する今年を環境元年と位置づけていて。 コンサートの前日の3日は大島高原で新エネルギー機器の展示も計画しています。えー、村上げてこのコンサートを成功させていきたいというふうに思っております、えー。もちろんこの環境問題というのはこれは永遠のテーマになるというふうに思っております。えー、地球をどうやって守っていくか。 今いる私たちの責任でもありますし、これから生きていく子どもたちにそれを伝えていくということ、これは大切な仕事であろうというふうに思います、まあ、そういう中で、こういったコンサートを通じまして、そういう意識を高めていただくということは、大変素晴らしいことだなというふうに思います村では、村内外から出演者を募集しています。 対象は小学3年生から6年生で、男女は問いません。先着50人となっていて、応募者多数の場合は簡単なオーディションで決定されます。舞台稽古は6月上旬から7月下旬までの5回ほどで、プロの指導が受けられるほか、本番用の衣装もプレゼントされることになっています。